本当に始めたばっかりなので。あ、星穴今武器だったよ。本当、うん、見てなかった。ちゃんと見てこんばんみー、はちこ、はちこです。みーです。ですね、今日はですね、原神のガチャを引いていきたいと思います。初ですね、我々。みーはそうか、引いたことあるのか。別に原神の祈願、そう、一回ショーの時に引いたことがあります。みーさん、私原神初心者だからガチャのシステムが分かんなくて、ちょっと教えてほしい。了解しました。了解。すいません、もう皆さんね、知ってる人もいるかもしれないけど、うちみたいに知らん人もいるかもしれんから。はい、じゃあ今回狙うのは勝利先生のピックアップのガチャを引いていきたいと思います。で、この勝利先生っていうのは星5キャラになってます。で、星5キャラなんですが、一応最大で90連をすると星5が必ず出てきます。で、その星5が出現した時の処理先生が出るピックアップキャラが出る確率は 50% になっているので、半分の確率で処理先生が獲得できますと。なんだ、半分しかないんだ。半分です。うわ、怖っで、星5キャラがのピックアップキャラが出なかった場合は、次のまた最大で90連かなした時には、に星5キャラが出る時は必ず勝利先生が出るというようなシステムになってます。じゃあつまり90連を引きます。で、勝利先生は 50% の確率で出るはずだけど、違う星5のキャラクターも出る可能性があります。そうです。そうなると90連が1回リセットされて、もう1回90連を引くとピックアップの勝利先生が確定。そうです。なるほどね。星5が出た時にもう勝利先生が出るか出ないかというガチャですね。半分の確率か。で、私すごい一生懸命ダイヤを貯めたんですが、その90連もちょっと届かない、若干届かないぐらいの原石しかちょっとまだ集められず、出へんのかい、いけないんですが、もうどうしても欲しいので引かせてください。もうもちろんいいよ。なので90連前に出ることを祈りつつ引きたいなと思ってます。悲願だからね。悲願だから祈るしかない。祈ります。光ってるのが出たら金色？うん。に光ってたら金色か。星5です。わかりました。頑張って。じゃあ引いてきます。はい、これは多分星4ですかね。はい、今じゃないの。あ、武器も出る。むしろ武器の方が出る。あ、キャラ、まあそんな出ないのかな、多分。絶対じゃないでしょ、1人出るでしょ。いや、星4武器かもしれない。そうね、星4の、あ、やばい、ちょっと名前わかんない、なんて言ったらいいんだろう。難しいよね、名前がね。あの、炎の子が出ました、星4。急いで調べよ。エンヒです。エンヒ、はい、エンヒちゃんが出ました。出ました。おめでとうございます。でもこれ、この子一回ちょっと前引いた時に出たことがあって、あ、突ですね。突ですね。いわゆる突ったのね。突りました。これ どこしたらいいの。ここしたらいいの。あー、違う。どこ右のパツじゃない。さすがにパツじゃないの。まあそんな簡単には出ないということですね。じゃあ次からは原石使って見ていきます。ダイヤを砕きましょう。どこから分かるんだろう。これも、あ、でもこれで星4かな。あ、ちなみに昇格はないらしい。あ、昇格ないんだ。うん、だからもう、あの、そこ、なんていうの、さっきの流れ星で全てを察しろって感じもう祈願した瞬間わかると。あ、でもなんか星4の武器が出たね、今ね。え、いや、星4武器もね、ちょっと槍が欲しいんだけどね、なかなか
出ませんね。向きしかない。向きだけ。え、これ弾ける弾けない気がしてきた。いや、これはまだ30連目。次30連目。30連目いきます。星4ですね。いいな。めっちゃ竜殺してる。さっきから出たのこれもなんか突したらなんかあんのかな。シャープした。やりだよ、やり。星4やり。あ、お、やった。ああ、ちょ、それ嬉しかったの。行くわき。あ、ちゃんと覚えてるやん。かわいいよね。行くわき。行くわき合ってるかな。行くわき。水。なんか多分回復も。初キャラ。初キャラです。へえ。これもじゃあもう。あ、キャラか武器かの星四なのか。あ、そうそう、星四は10連引いたら必ず何か出る。はいはいはい、って感じですね。はい。やばいやばい。いくよ。やばいの。え？はい。だってもうなんかどんどんなくなっていく。一生懸命。一生懸命食べたのに。一生懸命食べたけど。ずっと一緒の風景しかない。風景が一緒だな。風景が一緒。星4、星3、まあ、でもね、星4のキャラもね、まだ本当に始めたばっかりなので。あ、星4の今武器だったよ。え、本当、うん、見てなかった。ちゃんと見て、ちゃんと見て。ちゃんと本人が見ない。あ、やり、やりか、やり星3か。ほら、本当だ。剣か、剣かな。盾剣新規だって。やった。もう武器もね、全然足りてないので嬉しい。私足りてないかもわかんない。足りてないのかな、わかんないけど、まだね、ちょっとあんまよくわかってない。50連。50連。来い、来て欲しい。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 来て欲しいけど来ない、来ない。厳しいな、結構。あれ厳しくない？ね、なかなかやっぱり星5は特別感がある。あ、そうなんや。あ、え、この子めっちゃデコ、デコ、デコ？デコじゃない。貫突じゃなくて、貫、あれ、なんて言うんだっけ？突？突してくれる。えいひちゃん、突。突った方が強いんでしょ。突った方が強いはず。それやったじゃん。じゃあ同じキャラ出る方がいいんだ。うんうん、え、わかんないけど、なんか同じキャラの方が良さそう。イエイ。もうそろそろね、もうそろそろ来るよね多分。もうそろそろ来てほしいな。もうそろそろ。厳しくない、ちょっと。あ、マジで90連はちゃんと引いてね、システムなの。システムなのかな。ちょっとおまけしてよ。おまけ、おまけください、おまけ。え、どこら辺でなんか変わるのかな。あ、でも一緒か。一緒だね。昇格があればいいのにね。昇格、急に昇格してくんないかな。ダメか。星さんも弓。弓。いいな、弓、いいな、いいな。弓。私弓ちょっと、あ、おばあちゃんに。おばあちゃんにね。押してあげたい。ちょっと無言になってきてる、弓。ショックが溢れてる。ね、え、もうあと1回ぐらいしかできないんじゃない？最後じゃない？いや、1回か。あと最後？最後だよね。ラストが、頑張れ。ラスト出てこい。行きます。あ、来た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 よ。
ょっとなんで星4が来るの星4が来るの、ある え, 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 え、そうだよね、そういうことだよね、え、違うよね、大丈夫、大丈夫、金色だったもんね、金色だったもんね、星4と星5両方出るってことだよね、両方出る、両方出るってことだよね、怖くなってきた、押すよ、星5の武器とかないよ、やったー勝利先生だー、え、嬉しい、出とるやん、出た出た出たよ、勝利先生喜んで、うちの方が喜んじゃった切れてた、履いてなかったもう一回、切れてくるすぎて履いてなかったもう一回再現してよ、姉ちゃん再現してもう一回見てえ、みー見ていく、目閉じてみ、いく、目閉じて、目閉じる、閉じた、うん、見た見た見た、やばい、また切れてる、喜びすぎてまた切れてるよ、じゃあもう一回やろう、もう一回ちょっとやり、もう一回何回やねんちょっともう一回、もう一回やろう、の方がリアクションいい感じになっちゃったからこれミーだから出たの、え、じゃあもう一回目つぶって、うん、つぶった、ミー見てやったシャリ先生出たよ、面白い、ミーはあのミーはうちほどギャーっていう性格じゃないからね、元々がなんかそこだけうちのがギャーって言ってしまって申し訳なかったけど、みーは心の中は一番踊ってるから嬉しい、今勝利先生やったー、嬉しい、おめでとう、おめでとう、進むよ進むよ、進むさすがにびっくりした、星4キャラ出た時めっちゃびっくりしたそれはさ、キャラもさ2人出るよ、出るよね、出るよね、そうだよね、おお、いや嬉しい、かっこいい、いや勝利先生めっちゃかっこよくない、いやそうだよね、あの一家に一台勝利先生なんでしょ、そう一家に一台、うん、全ユーザー勝利先生持っていない方おすすめだから、ね、全ユーザーすごすぎる、絶対いるやん、絶対いるやん、いや、おめでとうございます、改めてありがとうございます、これはすごいんじゃないの、すごい、よかった、もう出ないかと思った、このガチャ怖い、 50% 怖い怖かったね、怖かった、いや私はもう普通に次星4でまた出んのやろうなと思ってたぐらいから、うん、いやもうほんとギリギリもう引けなかったよね、もう最後だったのね何十連で出たの、えこれ何回した、え数えて後で編集で編集でまた強くなっちゃうかな、強くなります、これでシールド貼って強くなります、今回は無事勝利先生を引き当てることができました、イエーイ、イエーイ90連いかなかったのすごかったね、え90連前に無事出すことができました、本当に嬉しいです、おーまでですね、見てくださってありがとうございました、ありがとうございました、勝利先生が出てよかったなって思った方はグッドボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします、これからも原神の方も頑張るんで、ぜひあの初心者2人ですが応援してください、お願いします、お願いいたします、ではでは今回はこれで終わりましょう、はい、ご視聴いただきありがとうございました、ありがとうございました、おつみおつみ。だから、道なりにね、沿ってね、あ、ちょっと死ぬ死ぬ死ぬ、ちょっと待ってやばい、コントローラーの操作ができない、手が暴れてる、うん、勝利先生頑張って登る、ルリ袋という植物は湿っぽい環境を好むため雨上がりに摘むのがおすすめだ、ついてこれるかな見かけたら適切な時に摘むといい。
勝利先生なんか知恵を披露してくる。知恵？あ、ボタン不足。はい、基本四角でアイテムをこうゲットしたりとか。こっち行くよ、こっち。あれ？姉ちゃん。はい。どこ行ったの？あ、なんかすごい遠く行かれた気がする。どこ行ったんだろう？この下？あ、こっち。あ、はいはい、ごめん。多分ね、あそこ右の方には直接ワープ行けんのかもしれないけど、登れないから。うちめっちゃ必死で登ってなかったよね、昨日。なかった。その絶望感半端なくない？あ、これ取ってもいいんだろうか。取ったけど、あ、もういいよ、もう自由にいいよ、自由にしちゃって。じゃあ早いもん勝ちね。じゃあこっち取る。ジャズベリー。あれもう一緒に取れてんの？あ、なんかね、調べたんだけど、特産品？特産品は一つのワールドで一人しか取れないみたいで。あ、なんかシールドついたよ、私も。え、今シールドついてた？ついたの？あ、じゃあつくのかな。一瞬つく。ちょっと待って。え、マジでボタンが分かんない。え、敵、めっちゃ暴れてる。敵どこ行った？こっち。なんか出てきた。私の邪魔してくる。勝利先生が私の邪魔してくる。あ、どうし、勝利先生死にそうじゃん。ちょっと待って。いや、やめてよ、恥ずかしい。ちょ、レベルが夏目がいないとたん、こんな下手くそしやろ。どう、勝利先生は。かっこいい。かっこいい。なんか今、めっちゃ蹴ってるよ。まあ、じゃあ楽しんでたということで、どうですか、勝利先生。かっこいいですね。かっこいい、ほら。ほら蹴ってるし、蹴ってるけど、ちょっと乱雑にしすぎじゃない、自分の武器。もっと大事にして。もっと大事にして。えい、かわいい。じゃあ今日はこの辺で。天道、ここにある。なんかボタン間違えた。では大技かまして、大技かましちゃった。では、ミー視点でお送りしました。無事勝利先生当たってよかったね。よかった。で、ありがとうございました。ありがとうございました。おつみー。